どうも皆様お疲れ様です。クラウンです。気づかれましたか？動画の左上見てしまいましたか？プロモーション付き動画と表示されていましたか？そうです、なんとアーク実況者クラウン、とある企業様から商品提供をいただきました。そうです、噂の案件動画です。しかも結構な有名企業です。常々発言していた案件はバリバリやるぞ発言や、長いものには巻かれろ精神の効果が現れましたね。いやー、ついに発掘されてしまいましたね。今回の見どころは、果たしてメガケロンを無事テイムすることができたのか、果たして商品提供を受けたとある有名企業様は一体どこなのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていこう。前回初めて海進出したんですが、見事ね、海で困難とされているモササウルスとトゥソテウティステイムすることができましたね。モササウルスはしかもレベル140の大物でございます。トゥソテウティスね、ちょっとレベルは低いんですけど、まあ、トゥソテウティスはレベルが低くてもね、十分強いですから。今日もね、このエイちゃんに乗って行動していこうとは思うんですが、今回狙うのはメガケロンテイムしていこうと。まあ、小魚を連れて行って、なんか小魚を食わせてテイムするみたいな、ちょっと特殊なテイムみたいなのでね、楽しんでいこうと思います。はい。あの、なんか地域によってち、お、行こうよ。待て、イカに乗ってる時はイカに捕まれるか。さあ、何レベルですか？あ、55レベル、メス。じゃあ大丈夫かな。ああ、ちょっと待って、ああ、激レア生物の姿が俺今見えたんだけど。あれ今、いましたよね。あ、いた。こいつ。リオプレうどん。近寄ってきてる。うわー、リオプレうどんだ。リオプレうどん初めて見たかもしれん。手渡しか。手渡し？蜂蜜じゃないとできないですか？蜂蜜だけですか？蜂蜜持ってないな。ちょっと、キブルが手渡しできるか試してみようか。ものは試しだ。キブルで手を打ってくれないでしょうか。あれでも手渡し出ない。あ、お、お、できるんじゃね？できるわ。残念、みんなできたぞ。キラ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 ー。キラキラー。キラキラー。よしよしよし。ちょっと待って。みんな、メガケロンの前にクレートアサリ行こう。蹴るか。いや、時間かかるぞ、これは。イカの方が早いだろう。ちょ、イカで行こう。うん。お別れだ。え、これ6時間もあるの？あれ、6時間もあるの？ 30 分だけじゃなかったっけ？え、じゃあ、リオプレウドもうちょっと近くにいてほしかったんだが、リオプレウ、あ、リオプレウロ丼なんだ。リオプレウドンだと思ってた、完全に。ずっと俺リオプレウドンって言ってたじゃん。モバイル時代からうどんって言ってましたね。本当に、モバイル時代に言ってくれればよかったのに。言われてんのかな、もしかして。ただ、それでも今回みたいに、いや、うどんでよくねっつってうどんって呼び続けてたんだろうな、多分。行きましょう。リオプレうどん赤クレート。おお、何それ。ちょっと今、バフかかってる。効果上がってる。これ今ね、厳選してる。行くぞ。ドン。お、ケトルのプラホだ。思考だ。やったね。弱いけど。え、弱くね。よくね、職人でなんだが。あれ？ちょっと、月末ぐらいのガチャ排出率アップだったな。よし。まあ、ここがね、年末年始イベントレベルになってるでしょう。さあ、行きましょう。年末年始ガチャに期待して。行くぞ！あ。くそ、これあれじゃないか。ゴースト文字じゃないと見えないやつじゃないか。さあ、行くぞ！ドン！砂漠の迷宮行きますか。あれ？もうリオプレウドンテイムしたよね。こっちは脱線してやってんだぞ。今日本来はメガケロンなんだぞ。今のとこ期待外れですよ、リオプレウドンさん。大丈夫ですか？もしかして置いてきたこと怒ってるかな、あいつ。もう確かにちょっとミスってんの早かったけど。この一周だけにするか、寄り道は。この後もすぐメガケロンテイムに向かうので。リオプレなんだっけ？リオプレオロドンみたいな。リオプレオロドン効果。すごい！あ？ちょ、ま、え？リオプレ、ん？赤クレートから原子のサドルなんて出ることあんの？あ、なるほどね。リオプレさん、わかってるね。やっぱ引っ張ってんだ。盛り上げを見せてくれてるんでしょう、きっと。そろそろいいんじゃないでしょうか。まあまあまあ、リオプレさん、こっから3連ぐらい。3連続でいいのが出るっていう。すごい。リオプレ、うどん。俺こんな弱いの出たことねえぞ。ガタガタ、栄光。頼むぞ。はい。俺こんな弱いの出たことないぞ。ドドンと。もう多分最後の一個だから。頼むぞ。リオプレウドンよ。さあ、ドン。あー、なんかなんともコメントしにくい思考パラキャラが出ましたが。あーなー、うわー。30分前のウキウキしてた俺を返してほしいな。思考ポンシュ一発で出ちゃったらどうするとか言ってた。15時間無駄になっちゃうかなとか言ってた俺を返してほしいわ。
恥ずかしいわ。必ずしもいいものが出るとはまあ言ってませんからね、リオフレだって。騙されたみたいに言ってますけど、私そんなこと言ってないですからみたいな。まあちょっと運が良くなりますよって言ってるだけですから、みたいな。この悲しげだな、このキラキラエフェクトが。期待しすぎるのは良くないってことがよくわかったね。寄り道しましたが、亀探していきます、今から。ちょっとメガケロンがテームしたことないから、もしかしたらマジむずいかもしれないし、もしかしたら超簡単にできちゃうかもしれないし、今日は割と時間が読めないです。出た、あ、アルファイカか。アルファメガロまで来やがった。アルファモサンや。もういろんなやつ出すぎだな。あ、見ました。あいつでございます。皆さん見えますでしょうか、あのお姿。ようやく見つけましたね。で、もうすぐ11時ですか。さあ、レベル見ていきましょうか。何レベルですか?ドン。55か。55か。モサや。モサばっかいるな、マジ。モサはもうあまり興味がないんだよな。たとえ高レベルだったとしても。150か。150か。別にでもモサいらないんだよな。一応テイムしとく?モサ動いちゃった。もういいや、あいつ。めんどくせえ。あまりよろしくなかった。ああ、やっぱりちょっと、ごめんね、メガケロン。メガケロン、ごめん。ちょっと今、もう倒したから。浮気してたわけじゃないんだけどさ。よし。いや、本命は君だよ。さあ、何レベルですか?ドン。くそ。出てくんねん、それなら。20はないわ。あ、いたわ。ここすげえいっぱいいるな。いや、ちょっとさっき、言い寄りすぎたかな。さっきちょっと言い寄りすぎた。こっちがそっちに言い寄るスタイルで言っちゃったから、お前が私こんだけ魅力的だから私のこと構ってっていうスタンスで来てほしい。さあ何レベルですか?ドン。85か。ちょっと物足りないな。ちょっと君ちょっと声かけてきてくれたけど別にあんまタイプじゃないかな。せめて3桁欲しいですね。同じ子がいい女になろうと努力してきてる説。あー、なるほど。さっきから徐々にレベルを上げてきてる感じね。俺に振り向いてもらおうと努力してきてるわけだ。自分に磨きをかけてきてるわけだね。あ、おー、やっぱここいっぱいいるね。皆さん、ロストアイランドのメガケロン脇ポイントはここです。頑張ってきた?ダイエットしてきた?料理教室通ってきた?さ、何レベルですか?ドン。ドン。もう失敗してるぞ、お前。アドバイスもらってる先輩が悪いかもしれない。あれは多分先輩の助言が悪い。メガ子じゃなくて、クラウンの方が悪いよ、きっと。って。メガ子は今のままでいいと思うよ、って。多分だからあいつだらけてきたんだ、メガケロン。お互いが高め。なるほど。俺も頑張らなきゃいけないか。でも俺は頑張って結構足で稼いでいるんだけどな。頑張ってるのはいかせず。確かに俺、確かに俺特別何もしてないって何もしてないな。そこを詰められるとちょっと弱いぞ。俺イカに乗ってるだけっていうのが。あ、いました。よし。ちゃんと、おつぼねさんから卒業したか?おつぼねさんはお前のこと応援してないからな。あ、90か。ちょっとだけ成長してきた。深いな。こんな深いところ設定してあっても、ここに生物湧いてないじゃんね。いたー。ごめん、今悪く言って。マークに対して文句言ってごめん、今。いや、こんなね、ちょっと深海のボスだよ、こいつ。だいぶ深いところにいましたよ。さあ、何レベルですか?ドン。120、来た。よし。みんな待たしたな。メガケロンテーム開始するぞ。もう12時か。さて、どうやるんだろう。俺の知ってる情報は、魚を連れてくるってだけなんですよ。とりあえず、ここの場所を覚えておいて、魚を探さないといけないわけですよね。あ、いたね、あそこに。あの魚をこっちに連れてくるとして、バシロサウルスとかで連れてきた方がいいんじゃないかな。あ、これついてきてる?これはついてきてるんか。なんかついてきてる感あるな。メガロドンがついてきちゃった。逆発想で行ってみるか。ちょっとこのままだとあれだな。逆発想、カメを連れてくる。あ、いいよいいよ、ついてきてるよ。ついてきてる?あ、奇跡の再会。奇跡の再会ができるか。もうあとちょっとじゃん。そんなシビアなの。あ、すごい。え?おー、シビアだな。あ、来た。ん?始まってる?あ、ちょっと待って。あ、始まってるわ。始まってる。
助ければいいみたいな。あ、この魚から助ければいいのか。なんか今突然現れたよね、この魚。こいつだよね、多分。あ、この魚、シーラカンス。え、俺剣持ってないんだけど。ちょっと。オッケー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 。多分このシーラカンス突然現れたから、多分このシーラカンスから守れミッションだと思うんだよね。あ、出た出た、なんか現れた。サーモンか。あ、なるほどな。サーモンやだな。攻撃はメガケロンにこ、あ、ん？なになに？なんか戦闘音が。あ、ゼロパーになったんだけど。よしよし。あ、なんか最後になって出てきやがったな。ちょ、近くないお前。出てくんの近くない。あはは、嘘だ。嘘だ、クソ。ちょ、待ってよ、お前。近いよ、それずるいよ。なんか徐々に減ってね。あれ？魚がいなくなったもしかして。あ、なんか魚がいなくなったな。テーム失敗。剣、うん。なんで俺剣持ってないんだろうな。剣があれば、近づいてってあの魚だけ倒せばいい話だもんね。ちょ、一回剣を持ってくるか。俺剣、剣どこやったんだろう、俺。なんで持ってないんだろう。発見まで約4時間。発見まで約4時間かかり、ここから難易度の高いテームに挑むと。そんな夜中までゲームをしているアークミンにテームすべきおすすめの恐竜を紹介します。電球、スクリーンバー、モニター掛け式ライト。テームした後の特徴は、モニターに引っ掛けるだけで簡単設置。USB Type-C 給電式で余計なコンセント不要。ワンタッチで簡単操作。テームすべきサバイバーはこんな方。ゲーム中は長時間モニターを凝視することで常に目の疲れや痛みを感じる方、デスクライト置く場所がなくて作業環境をスッキリさせたい方、複数モニターで作業してデスク周りの照明に悩んでいる方、遅行ポンションを求めて15時間アークしている方、25時過ぎにメガテロンテームしようとしている方、使ってみた忖度なしの評価はディメトロドンぐらいな使い心地。いれば使うけど、わざわざテームしに行くことはないなーって感じですね。ただ実際使ってみると毎回使ってるし、夜中までゲームや配信編集をしているので、とても快適に使用させていただいています。電球様ありがとうございました。概要欄に商品リンクを貼っておくので、みんなもぜひテームに挑戦してみてください。さっきの145をとりあえず探すところからですね。あ、君じゃない。君じゃない。誰だ。あ、君じゃない。君でもない。あれ誰だお前ら。君でしょ絶対。さすがに君だよ。そうだよね。140か。140だったね。そうだね。全然魚いないな。むしろあいつを連れてった方がいいんか。攻撃しながら。魚がいるところに、やっぱ逆発想の亀を連れていく方がいい気がするから。ここら辺に君、いといてくれ。この辺に。あ、いたいた。小魚いた。ドン。死ぬなよ。あ、行ったな、多分。多分行った。あ、行ってる行ってる。あ、なんか体力すげえ低いな、こいつ。結構やられてたんだな。1025しかない。よいしょ、よしよしよし。いいよ、周りの安全は確保されております。あとは私があなたを守るだけでございます。よしよし。あ、待って、よし。近くで出るな。よしよしよし。順調じゃないか。こんなにサーモンできた。シーラカンサーモンで。シーラカンサーモンで。ね、気をつけないといけないのさ。お前ちょっと気をつけないといけない。いやー、怖えー。失敗したね。すごいもん。あ、すごいとこにした。強いよ。でもまだ続いてるね。いや、帰るな、このまま。あ、シーラカンサーモンで。何月はタンクか。よいしょ。いいよ。準備は万全。あとはもう、こいつを傷つけないように気をつけながらですね。精一杯頑張っていきましょう。よいしょ。50%したよ。そこら辺でもちょっと怖い。よいしょ、よしよしよし。もう余裕かもしれん。半分いきましたね。これはもう、もらったな。悪魔の騎士天使じゃん。守ります、あなたのことを。こんなイケメンの手になっていい。よいしょ。あの、あまりだとは調停したけど、一緒に戦ってこれでいいんだけど、完全に帰るよ。これは惚れざるを得ないよ。もうメガさんも、メガクさんも、クラウンも惚れざるを得ない。あ急なスピードが出てる。よしよしよし。さあ、ずるいよ、その近くに出てくる。よいしょ。剣めっちゃいい感じですね、本当に。剣いいかもしれない。いや、周りが見えてきたよ。チャットを読む余裕が出てきたよ、この。90%クリスにして。ここまで来ないと余裕が持てない俺っていう。あともうちょっと。あともうちょっと。あともうちょっと。いける。頼むぞ。何も来ないでくれ。ちょ、怖い怖い。ま、あ、多分あいつが最後じゃないか。あれが最後の恋敵。メガか俺のもんだ。よし。あれが最後の恋が、ちょっと待って。ちょっと待って。どういうこと今の。99% ぐらいになって、ゼロになったよ。チャットに来たーと書いたのにと。俺そこまでしてお前が欲しいわけじゃないぞ。99%。大丈夫か。油断するな。周りの点検を怠るな。もう、いい。テームの瞬間なんか見なくてもいい。
よし。よーし、来たー。ナイスー。やったね。やっと。ここまで守り抜いた姫のお顔を拝見しましょう。あ、すごいね。こんな感じなんだ。で、サドルが付けられますよって感じだよね。おお。俺、こいつのためにあんなに頑張ったの？いやー、目4つあるんだ、こいつ。うわー、俺、こいつのためにあんな、うわ、なんかブツブツしてるし。うん、好きになれねー。白と重ねれば、あえて見えるのではないか。ドン。ちょっと逆光だな、姫。はい。ちょっと姫。姫、ちょっと厳しいかなー。姫、歯と鼻が。ああ、これで置けるんですね。直置きか。甲羅に直置きなんだ。雑だな。ということでね、メガケロンとベンキュースクリーバーを手にすることができました。メガケロンはちょっと顔のインパクトがありすぎましたね。モニターライトはぜひみんなも概要欄から手にしてみてください。次回はついにロストアイランド最終章、ディノピテクスキング討伐に挑戦します。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。